青井さん、武井さん、どのようなに性欲をコントロールされてますか僕は既婚で子持ちですが、性力かなり強めで困ってます。モラルだよ。女を性欲だけで抱いていいことなんかないよ。マジで。本当に。俺も過去経験あるけどさ、そういうちょっとエッチなことしたいなってだけでさ、女の子とそういう関係持っちゃって。 なんか泥沼ったこととかあるけど、でもなんだろう。やっぱさ、女の子はさ、性欲だけでセックスすることもあるんだろうけど、基本そうじゃないじゃん。女の子はさ、まあ人によるけど、男は性欲が強いじゃん。性的な、母の子の胸元が気になるなとか、足が綺麗だなとかさ、スタイルいいな、顔が可愛いなとか、中したいとかさ、触りたいって思う、ね、そういう肉体的な欲求が強くて、 そういう行為に及ぶことがあるし、愛情がなくてもできちゃってするけど、女性はさ、一概じゃないけど、男性よりも性欲より前に愛欲があるから、愛情を求めてる欲求が強いから、うん、だからやっぱり愛情がないのに、性欲で俺らが女性を相手すると、やっぱり恨みになったりとか、不満足だから。 性欲だけを受け入れた女性っていうのは不満足なことが多かったりするだろうから、やっぱり男の人がやっぱ女性に対する時はさ、やっぱりそういう愛情を持っていないとトラブルになりやすいんだなって最近よく感じる。うん。あの不倫する男たち、ね、奥さんがいてさ、優位にしてる女性がいるのに、生活も見て、養って、嫁という立場を与えているのに、不倫する女たちには、 セックスとか性的行為だけを求めてしてるわけでしょ不倫する男って。まあ、そこを愛情を持ってさ、好きになっちゃった人もいるんだろうと思うよ。だけどさ、基本はさ、不法行為だからさ、それはさ。だからやっぱり不倫した女の人っていうのは奥さんから訴えられもするし、不倫だって分かってるんだったら、共同の不法行為だからさ。で、不法行為を受け入れてまで彼の性欲を受け入れたのに、結局愛情はもらえないってなったら、怒るわけじゃんそれで、 やっぱ逆上したりするわけじゃん。やっぱり男は性欲優位で愛欲が少ない。で、女の人は愛情欲があるのに、それを与えられずに性欲だけをぶつけられるっていうのは、恨まれやすいだろうな。トラブルになりやすいだろうな。だからそういうのは最近よく考える。なんかな、よくねえ話だよな。気をつけてるよ。モラルだよ。その辺はマナーとモーラルで。頑張るしかないんだよな。男はそこはぐっと抑さえて、やっぱり愛情を持つ相手とそういうことすりゃいいんじゃない